ドミニク・アヨデレ・ソランケ・ミッチェルは、イングランド・ベイジング・ストーク出身のプロサッカー選手。AFC ・ボーン・マス所属。ポジションは、フォワード。ナイジェリアにルーツを持つ。チェルシーの下部組織育ちで、ジョゼモーリーニョの下、トップチームに帯同した。2014年10月21日、欧州チャンピオンズリーグの NK マリボル戦で、トップチームデビューを果たした。 2015から16年シーズンは、フィテッセにレンタル移籍をして、リーグ戦で25試合7得点を挙げた。復帰後は、チェルシーの U-23 チームでプレーした。2017年5月30日、リバプール FC は、ソランケと移籍について合意したと発表した。7月10日、リバプール FC と正式に契約を結んだ。二千十九年一月四日、AFC ボーマスに、 長期契約で移籍することが発表された。各年代でイングランド代表に選出されている。UEFAU-17 欧州選手権2014では4試合で4得点を挙げ優勝に貢献。自身も大会得点王を獲得した。UEFAU-19 欧州選手権2016にもメンバーの一人として参加した。 韓国で行われた 2017FIFAU-20 ワールドカップでイングランドの初優勝に貢献し MVP にあたるゴールデンボールに選出された2017年11月のドイツ代表ブラジル代表との国際親善試合にサプライズ招集されブラジル代表との親善試合で後半75分より途中出場し A 代表デビューを果たした国際 A マッチ1試合で得点 ありがとうございます。